さあ、ということで今回はね、ナッパについにユニフラが来たということで、サイヤ人編のぶっ壊れユニフラつけて、青村で使っていこうと思います。ちなみに前回アビリティも3枚乗せしてます。めちゃめちゃ接待してるんで頑張ってもらいたいですね。こいつ青属性だし、アーマーあるしで、もう実質ウルゴジなんですよね、もうここまで強化したら。ということで、やっていこうと思います。しかもこいつ、場に出た時に特殊カバチン向こうをね、15カウント3回っていう、最新の龍拳悟空のね、特殊カバチェ無効よりも優秀な性能を持ってます。マジでぶっ壊れです。まあ、あとは、まあ、アーツドローするために体力回復したりとか、極ベジみたいな要素も持ってて、ウルゴジのね、無限回復的な要素も持ってて、もう最新のね、ぶっ壊れのウルトラキャラクターの要素をね、かなり含んでるんで、で、特殊がね、アーツランダムドローとかもあるんで、はい、頑張って使っていきましょう。さあ、お願いします。強そうなサイヤ人ですね。相手さん。ただ、こっちは、ウルゴジ2体いるんでね。相手ウルゴジ1体しかいませんけど、こっちはウルゴジ2体いるんで、僕の方が強いです。龍拳、うわー待って、最悪。しかも赤は絶対出すんだ。緑2枚はちょっと嫌だな。相手黄色いなかったんだ。全然見てなかったけど。なんで赤出してきたんだ。危ねえだろうがよ。いや。裏緑2枚なんで。これはもう復活飯で受けれますね。いやでもいってえな。緑2枚はずるやない？さすがにお兄ちゃん。お兄さん。特殊カバちゃん向こうナッパあるんで。何してんのお前は。さあ、よだめ上げていきますよ。おいおい、出してくるんだ。回避圧ね。さあ、ここでナッパの特殊カバチェン向こう。意外と出てないパワー。おおやばい、ナッパゲー始まった、ナッパゲー。威力回復する？するんかい、お前強すぎか？いや、行こう、これはもうさすがに。いや、耐えるのかな、これ。軽く取るか。頑張れ、マジで。強い。バカ強いんだけどこいつ。もう死ねえよお前さ。頑張っとるやろ俺のナッパがよ。もういいってマジでお前ら本当にさ、ライ読みで生き生きすんなって。余裕で落ちたやんけ今。何してんの外れてるよ。外れてなかったごめん。何してんのお前は。もう本当にライ読みうぜえ。強すぎだろナッパ。あんな削る余裕で火力足りたんだけど。しかもブーストも今 B だかなんだかついてんだよな。 A だか B だか忘れたけど。マジダリーこいつ。悲鳴なナッパでさ、運ゲーでしか勝てねえのお前らナッパに。もうお前が許さねえぞ言える立場じゃねえから。熱くねえこいつ。もうライオンミキキほどうざいものはないよこのゲームで。つなげてくんだ。それは甘くね。入るやろ。バカだよ。まあでもこれ裏使わされますけど。そっちか。モンディー。これ泥足上がる確か。なんか必殺持ってきたよ。えらい。来たりこいつ。すげえ。いや一応ケアするか。よく打てるね。何してんのお前は。頭大丈夫か。補正切りまして。本当にお前らさ、ライ読みできんかったら何もできんもんな。はい、何してんのお前。遠距離打撃なんで確定反撃ですね。ナッパ強くね。めちゃ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 強いやんナッパ。このキャラゲーにライ読みされても、この圧倒的盤面制圧力、バフ消しとこ。アマキャン引っかかる。はい、モンディー。あ、待て待て待て、お前勝手に押されたわ。はい。これはさすがにムカついたね。7-8反転されたらやばい話。2体死ぬんだけど。そんなん言ってられるか。特殊ナイス。まあ、さすがに見えない。回避から引っかかるか。つえー、さすがに外そう。待機回して165。まだあんま関係ねえな。いやナッパ強い。めちゃくちゃこんだけ接待してるっていうのもあるけど、なんか特殊持ってそうじゃない。なんでさそんなにさ強気なん君たちは。打撃変化特殊カバチの向こう、これ知らんやろあいつ絶対。こいつ何バケモンか。特殊カバチェムこいつやばいぞ。ウルゴジより強いぞこいつ。いや待って、ナッパさ場合に出た時全部打撃になるから最悪なんやけど。ウルカイ、いやーちょっとラグいしさ。あ、しかもヒット確認できない。頭おかしい障害プレイヤーですね。びっくり見えないか。これちょっと突っ張ろう。まあいいよいいよいいよ。こいつ早く裏に下げたいんで。オッケーオッケーオッケー。そういうと攻めやすくなった。何してんのお前は。モンディー全部打撃にしちゃうよ俺は。もう自分からしちゃうんだよ。あ、もう恨み持ってるからこいつに。でここ出てくるんで外します。モンディ、え、やばい、何お前そのパワー何こいつ、このケツスマートなお尻。もう打つしかないもんなこれは。まあまあさすがにな、跳ねたの見たら、まあそれはこっちでいいか普通に。これで打ちたくないでしょライジング。場に戻してえな。回避見て射撃、ゆっくり抑えまして、跳ねて、あー遅れた。待機短縮、熱、おい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 、大丈夫かお前頭。さあ、ウルゴジ知らんやろお前。特殊カバチェ向こう。おいおいおい、マジかよ。じゃあ撃つわ普通に。さすがに知ってたんだ。すごいな、珍しいなナッパの特殊カバチェ。さっきのバカはね、知らずに死んできましたけど、身勝手が。これ面切っちゃうか。とりあえず場に使わしたいんでね、避けて。究極でも何でもいいや。メイン確定なの知らないのお前。ちょっとゴジブルパイセンって2回しか特殊カバチェ向こうないらしいっすよね。ナッパは3回あるんすよ。今の俺相手に勝ち目があると思う。ナッパは3回あるよ、特殊カバチェン向こうが。一回見てだけ、キャン。アマキャンは引っかからない、ずらすか。キャラチェン、アーツ。回避見てアーツか。かぶしたいな。オッケー。打撃キャン強いって。だからお兄さん打撃キャンが最悪な噛み合いしたわ。俺も回避見て厚にしよう。オッケー、前ダッシュでいってでさあしっかり火力出すたんで、あとはもう50砲出されても全然いいっすね。50砲出さないの強気すぎんあなた。強気すぎ。何してんのお前。じゃんけんしとけって。だからそんなんする、危ないプレイするんだったら。さあということでラスト、なんかすごいな、すごいパーティー来たわ。強そうな黄赤緑ですね。すごいというか普通に強いパーティーですね。うん、頑張りましょう。さすがにやばい人ではないと思うけどな。ゴッド13回も取ってるんで。チェーンはしてくるよね。回避見て圧かな。俺も回避見て圧でいいや。ここ外したらでかい、勝てる。オッケー、勝った。勝てえな。そこそことつあったもんな。いや勝ちではなかったわ。落とせんかったわ。勝っていやしっかりね。回避圧でいいよ、ここ。勝ちたーい、お願い。ここでナッパの強み来るよ。身勝ってこい、身勝ってこい、マジ身勝ってこい。来ねえか。びっくりしとるやろな。知らんよな、特殊カバチの向こうとか。さあ泥足弾持ってこいよお前。なめるじゃなじゃねえんだよお前。強え。かぶしたい、お願いお願いお願い。なんで打撃ねえの。あ最悪だ。プレッシャーに負けたわ。変えてきたら変えて、うわー前ダッシュ。こいつ俺の立ち回りめっちゃ似てるな。そのムーブお前さ、クニスペオメガっていう名前なんだけどさ、使用料払ってくんね。それクニスペオメガなんだけど俺のメイン。よしよしよし、一応特殊ケアする。俺のクニスペオメガを使うなお前は。あよくない。オッケー、まあ打ちましょうか。黄色でもいいや。ああなんで外れてた今。えマジで今外れるんだ。待って最悪、久しぶりに5桁みたいなことした。変なやつが多いから。うね、いやしっかりリスク管理してんな。今日絶対稼ぐ時間。なんで入った。まだあるやろ。ねえのか、もうねえのかお前は。まあいいや、落としたんでいいです。いやライジングすかしたのマジクソ下手だわ。味しめてないか。まあしゃあない。いやいって強えこいつ。パワーめっちゃあるやん。オベリスクぐらい攻撃力あるこの人の身勝手。いやナッパ終わってんのか。もう10回ぐらいつけよ特殊カバチ向こうぐらいよ。いやーどうしよう。紫でも大事なんやな言うて。あバレてるなこれ。さすがに警戒できてる。うまいなタイミング。噛み合わん、うん、回避見てて圧か全部。さすがにか。ここは難しいでしょう。バニューバレたね。オッけ？泥作で頑張るか。うわ、マジか、出してくるか。あっ、3枚破棄。いやー、UG するか、そこ。しょうがないモンディね、これは。まあ、捨てましょう。よだめが怖いんで。キャラチェン回避だろう。お前、ユニゲまだあんのかよ。で、振り向こう。これで負けなくなったね。ライジングも不利なんで。いやー、ちょっと下手だったな。なんであっこ外れたんだ俺は。キャラチェン入れなきゃよかったのか。なんかナッパで打っちゃったもんな。反省しないと。回避見てでいいよ。バニ使わして、これでもらいましょう。オッケーオッケーオッケー。これでナッパの打撃確定ですね。いや、必殺にしとくか。ユニゲーあるから。読まなくていい。マジで読まなくていい。これ通常抑える勇気ないと思うんだよな、さすがに。だってユニゲーがあるからさ、棒立ちでアーツいなせるからさ、このナッパの必殺ケアするより棒立ちの方が相手の盤面有利だと思うんで、ちゃんとゴッド13なんでね。オッケー。あっ、そんなんあったね。じゃあ勝ちじゃない？ 200 万いったよ、今。モンディーそうかそうか、踏ん張りあったね。まあでもどのみち必殺で火力取れたんで OK です。ちょっとライジング下手だったの申し訳ない。